お疲れ様です吉谷さんまあ運と運ぶって同じ感じなんですけどもまさにそこらしいんですよつまりどの道を選ぶとどんな運命が待っているかっていうことらしいんですよねそれをもうちょっと細かく言うと衣食住に分かれるそうなんですよ、うん、だからどこの住まいを選ぶのかによってやっぱこう運が変わってくると日当たりの良いところとかね日当たりの悪いところとかあのゴミがすごくね散らかってるところとすごく綺麗な 高級住宅街みたいなきれいなとところに住むのともう変わってくるそうですいつも目に触れるものとか耳に入ってくるものが違うから運は変わってくるそうなんですよ。いつも起きたらあったかい日差しがあるところと起きても寒々しくってもう日光なんて入ってこないようなところとねだいぶ変わってくるみたいですね。で食なんですけども何を食べるかってことを選ぶのもそのまんま運らしいです。 例えば賞味期限ギリギリのばっかりね、半額シール貼ってるのばっかり食べると、お腹が痛くなる可能性は高くなるんですよね。そうすると、大切な商談とか、大切な出会いの場でお腹が痛くなっちゃってね、それが台無しになるみたいな運のなさっていうのが、まあ近づいてくるのかなと。あとはまあ、衣食住のうち着るものですよね。うん。とんちんかの服着ていくと、目の前の人に変人扱いされて離れられてしまうけども、でもね、奇抜でありながらも、きちんとわきまえたものを着てると、 幸運を引き寄せることがあるみたいなもんじゃないですかね、うんまあ、まさにね衣食住っていうのがあ運にすごく関わってくるのかなっていうところもありますしどの道を選ぶのかによってね、うん、やっぱり運っていうのは変わってくるかなと学歴を求めて運が良くなる人もいれば巡り合わせですけども学歴なんて掴まない方がいい人が掴んでしまうと運が悪くなるとか宝くじがね 当たって運が悪くなる人もいれば宝くじが外れたことによって運が良くなる人もいるみたいなね皮肉な世の中でございます、はい、私の場合はまあマから全く逆のインターネットの道に入って運はガラッと良くなったからっていうところですねありがたいことだと思います、まあ、ですんで運が悪いと感じたら今までやらなかったことをやってやっていたことをやらないっていうふうな発想の転換と行動の転換が、まあ、一つのヒントになるんじゃないかなっていうことですねそれじゃあいってらっしゃい